この中で心臓外科で働いてる方は結構皆さんクビです。高額な診療費に見合う仕事ができない、そんな科はなくて結構、取り潰します。アメリカ最古の病院、ニューアムステルダム。うちには学校と刑務病棟があって、そしてアメリカ初の公立病院で、歴史なら知ってるよ。院長が新任には一応説明しろって。封建的なこの病院にやってきた一人の医療ディレクター。僕は医療ディレクターとして、あなたには病院で診療をしてほしい。笑える。忙しいのに患者一人一人見て回る気？ええ、だからランニングシューズを。看護師が足りない。わかった、増員する。マックスってディレクターはいつまで改革を進められると思う？長くない。院長は改革を嫌うからな。勝手に人助けしようったって、そのうち潰されるぞ。あんまり時間がない。だから僕の命を君の手に委ねる。約束したんだ、彼女のそばにいるって。一番の稼ぎ頭をぶっ潰したんだぞ。君はクビだ。僕はこの病院を救いたいだけです。あなたの改革はたくさんの人々を救う。君に心臓外科を取り仕切ってもらいたい。もう心臓外科はない。じゃあ作って。死ぬってどんな感じ？医師として助けられないなら人として助ければいい。助けてもいいのか？リベリアから来た患者に感染症の症状が。エボラか。組織なんて変えられない、みんなそう思ってる。でも僕らが組織だ。僕らが変わればいい。命を削って患者を守る、限界突破のメディカルドラマ。なりましょう医師に。もう一度。ニューアムステルダム、医師たちのカルテ。